皆様こんばんは。8になりました。小籔健康 塾長小籔正です。私もですね、いろいろ勉強する中でですね、素晴らしいことに気づきました。これを皆さんにですね、ちょっと、走りだけですね、お伝えしたいなと思っております。じゃじゃん。本日のテーマはこれでございます。はい、見ますか。体を治す運動は寝返り、他の運動はリスクがある。この考え方の僕が勧める筋力アップ法ということになります。はい、私もですね、いろいろこう自分の健康管理とかですね、いろんな情報収集する中でですね、ある静岡のあるですね、その施術をされるところに行ったわけですね。でその先生がおっしゃる形でですね、ある方が90歳になってですね、でその人は90歳で人生で一番僕は元気だと、体調もいいって調子もいいということで、それを感じるんだよという、そういう人がいてるんだよっていう話があってですね、でその先生、私もね、整体施術を受けに行ってたんですけども、その先生もですね、最初出会ったのがちょうどそうですね、半年か10ヶ月前ぐらいだと思うんですけど、すごく元気になられてるんですね。で一緒に行った友達もね、すごいなんか元気に最近なられてますけど、何されてるんですかっていうことでですね、言われてですね、でますますどんどん痩せられていくわけですね。でかっこいいと、もう70代半ばですけどね、もう全然そんなに見えずにですね、たくさんの患者さんを施術されてるわけで、でその方でまず言われたのが、食べたい時に食べなさいというか、お腹を空いたら食べてですね、つかんのにですね、その食べるということはやめた方がいいよと。だから空腹をしっかり味わってお腹空いたなと思ったら食べると、でそれがなかったら食べないという、そういう空腹を味わいなさいよということを言われてですね、確かになということで私もやってまして、でそれが前々回の時かな、前回の時に言われてですね、そのアドバイスをやってて、私も体重も落ちてきたんですけれども、体重も良くなったんですけど、その方がですね、そのさっき言った90歳の人がですね、ある筋力アップ法をやるとですね、人生の中で一番それが元気だということでですね、びっくりしましてですね、でそれを聞いて、その70代半ばの先生もそれをされてると、やっぱり元気になられてるわけですね。で何するのって言ったらですね、2分ぐらいやと。はい、である形をしてですね、でその筋力をアップさせるということで、やっぱりその私も寝返りしっかりしてたらいいよと。で筋力はですね、もうその引力と戦っておればつくから、別に運動いらないよっていうことを、これはもう大前提でいいんですけど、よりですね、やっぱり筋力ある方が元気があるっていうのは間違いないし、体も軽いしということで、そういうこともあった時にですね、その先生に教えていただいたやり方っていうのがですね、目から鱗というか、言えてみようというか、そうそう、これだこれだっていうことをですね、私は納得できたわけですね。でそれから本当に簡単なことなんで、私は今それを始めました。昨日聞いてですね、昨日の朝夜かな、寝る前と今日と今やってます。でなんかいいような気がしますねって形で、この方法があります。で何かっていうことはですね、ちょっと私もしっかり試してですね、結果が出た時点で皆さんに正式に発表するということでですね、それ一つの筋力アップ法ということでですね、ちゃんとした形で皆さんに情報としてですね、お分けしたいなと思ってますけれども、とにかくですね、一切器具は何も使わないということですね。それと、なんていうのかな、やっぱり全然その運動ダメっていう僕のその考え方に完全マッチしてですね、絶対に怪我するとか、リスクが起こらないということですね。はい。それと、やっぱり、なんていうかですね、短時間ですね、よう頑張っても、2分もやりゃやりすぎというかね、下手すりゃ1分でも十分かなという形で、でもそれをしっかりやればですね、体は間違いなく変わるということでですね、私も聞いて今楽しみに思ってます。
はい、でやっぱりその90歳の方もですね、まあ、実は皆さんあのよく知られている方なんだけども、まあ、その人も体調悪い悪い言うてですね、あるなんかこう体型も中がポカーンと出て痩せてですね、猫背でなんか変な格好やった方らしいんですが、もちろん体のケアもするんですけれども、その筋力アップ法ということをやってですね、本当に90代が人生の中で一番調子がいいと、そういうこと可能なんですよ皆さん、信じられますか、90代ですよ、はい、でもたったね、1分2分のですね筋肉アップということをすることによってですね、これだけ変われるんだということですね、はい、でまあこれはね今から私も試してですね、結果は3ヶ月後とかですね、ちゃんと報告したいと思うんですけど、まあ、言えることはですね、腹筋とか背筋とかこうダンベルとかマシンとかこんなもんで全くないわけですね、それだと壊れますし私のあの手術と合わないんですけれども、やっぱりね筋力がないよりある方が体力も気力も精力もね精神力もあの良くなることは事実ですし、やっぱりその筋肉ってのも私と一緒に怠け者でですね、やっぱり何かの負荷がかけてあげた方が元気になるというかね、パワーが出るということはあるみたいです。でそれをまあ毎日ですね根気よくすることによってですね、筋力があって筋力がアップする分元気になると、まあ、その分血の巡りも気の巡りも良くなるでしょうし、まあ、脂肪燃焼も異なってくるということではないかなと思います。まあ、あと、まあ、運動ということでですわね、まあ、あのこれは今私がやっていることで言えるのはもう皿回しですね、皿回し運動とで背伸びで呼吸を使って胸郭を開く運動と、それとまあですね立前というこういう形でねやって、こうあるイメージとともにですね気を巡らすということと、であとまあ私のケアでやってるのはですね、佐藤式リンパの佐藤先生のセルフケアのメソッドですね、5つの動きですねがあって、まあ最終的に、まあ気分いいと逆立ちをするという、これはまあ私のメソッドというかね常々やってることですけれども、やっぱりそのそれプラス筋力アップということをやればですね、まあ本当にあれですよね、皿回しで立前の呼吸法を3回裏表左右やって、であとエネルギーを出してで伸ばして呼吸使って胸郭を広げる動きですね、これはだいたい1分ぐらい、それと、佐藤式のセルフケアの動きがですね、まあ、5つの動きがあるんですけど、それもまあ一生懸命やっても2分ぐらいですかね、で今日のこの筋力アップ法というのはまあ 1,2 分ですね、だからまあトータル10分もないですよね、でまあそれをやってどうなるかということですね、まあ実体感しながらですね、まあ1日 の, そのメソッドとしてですね、まあ小籔塾の塾生は皆さんこれをやりましょうねと、小籔塾の情報を得てる人はこれをやってみましょうねということでね、またいずれ発表したいと思いますのでこうご期待ください。まああとですね、今すぐできるのはマクロをやめるということですね、それといろいろマッサージとか指圧とか整体とか鍼灸とかいろいろ施術行ってる方は一切その施術をやめるということですね、それをやめて1ヶ月3ヶ月どうなるか、マクロなしで眠い時に寝てどうなるか、それを試していただくとですね、自分の中にある治る力、私がいる維持管理修復再生という力をですね体感実感したですね、その中で自分が息生かされて寝て疲れ取れるなということが分かっていただけると思います。本当に枕やめる、それで寝れる、それで全然変わってきますね。枕ないと体を治す運動寝返りを自由自在にできるわけです。ただその枕を取ってすぐ寝れないとしたら歪みがきついことになりますので、寝れんなっていう場合はまあ遠隔整体ですね、世界中日本語しゃべるどこからでも行けますので、まあこの前もスペインにサッカー留学している息子さんのね中学生の男の子もまあご縁があって日本に帰られた時にお母さんの紹介で遠隔生活したんですけど、今スペインでまあ LINE が通じるんですよね、で LINE でやってちょっと蹴られてお腹痛かったっていうのがいっぱいでね良くなって練習できましたっていう報告もいただきましたのでね、まあそういう形もいいんじゃないかなと思います。はい、じゃじゃんですね、はい、まあ体の治す運動は寝返りと、他の運動はリスクがあると、この考え方の僕が認める
筋力法アポホということでね、まあ、認めるというか、あ、進めるかということで、というか、まあ、私も実はあの昨日仕入れたものでね、この結果3月ぐらいにはですね、ちゃんとしたものとしてね、皆さん進めたいと思いますが、やっぱりね、筋力つけるといいみたいですね。はい。ただ決して腹筋、背筋、こういう筋トレとかですね、激しいことはかえって良くないということなんで、まあ好きなことはいいんですけど、嫌な方はしない方がいい。私のこの習った筋力アップ方法はですね、体験しますけど、一切運動的なことはないんで、まあもうどんな運動音痴の人でも、まあはっきり言って、どんな年齢の方でもね、できるなと思いました。はい。これをまたですね、皆さんに発表させていただきたい。まあ3ヶ月後ぐらいですね、私の体の変化をしっかり実証した上でお伝えしたい。ただそういうことがあるということでですね、期待してお待ちいただければなと思います。では、心の健康のための合言葉ですね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。絶対に困ったことは起こらない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。絶対に困ったことは起こらない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。絶対に困ったことは起こらない。不安、心配は呪いです。その思いが湧いた時に内部会話の中で自分でその今の大丈夫をその中に乗っけてもらう。そうするとですね、心というか体、思いの周波数が良くなり、その良くなった安心、大丈夫の肌に応じてですね、現象界が全ていいようにこうアレンジされてですね、自分の思いが叶うと。こういうふうに私は考えています。はい、以上です。ではでは、筋力アップ法3ヶ月後ですね、発表を楽しみにしていてください。じゃあ、失礼します。さよなら。